はい、皆さんこんにちは。今日はですね、台湾の NMAX-N というね、この天然比較に強いね、iPhone ケースと、Apple Watch のバンドですね。なんかね、完売続きだったそうですけども、この度ね、 Amazon でも売るようになりましてね。で、それでまあ自由なレビューをね、前提として提供サンプルをね、送ってもらったんで、今日はね、この製品2点をチェックしていきたいと思います。はい、ということでね、まずはね、私がね、ずっと気になっていて買えなかったこちらね、天然比較の Apple Watch 用のバンドですね、6600円です。で、これはね、ブラウンって色なんですけども、サイズはまあ大小ありましてね、こっちはまあウルトラも含めた 42mm 以上のね、大きなサイズ用のやつです。小さい方もあります。で、これ開けてみるとね、やはりね、革の質がすごいっていうのが第一印象でね、なかなかいいんじゃないでしょうかね。で、梱包の方もね、非常に丁寧になっていて、まあ、これずれない感じになってますけどね。で、これね、色の方は他にはブラック、ネイビー、レッドっていう色があるようですけどね。で、バックルはこれ通しで、全てシルバー系となっている模様ですね。で、これね、梱包の方取れました。じゃーん。なかなかのね、質感で、このね、透明感のある革がね、いいじゃないですか。で、基本的にはね、縫い目のないデザインでね、この要所要所にこうね、留めのステッチがあるような感じで、これコバの加工がなんかやったら綺麗なんですけど、後でもっとよく見てみますけどね。そしたらね、まずはね、これアプローチウルトラの方につけていきますけども、こんな感じでね、まあ、スッという感触でカチッと入りましたね。で、こっちの、長い方もこうやって入れていくと滑らかにスッと入ってきましたね。OK です、 OK ですね。なかなかかっこいいですね。このチタニウムのナチュラルの色にとても合ってる感じがしましてね。これはね、もうのっけからね、このオレンジのボタンにも合ってるし、いいじゃないですかね。で、剣先の方はね、ここ鋭角になってるんで、結構ね、通しやすいようなイメージでしたかね。で、こんな感じでね、入れて、で、このね、ベルト通しの方は、2つほどありましてね、こっち側が固定で、下側は自由な位置に設置できるようになっています。いや、なかなかね、つけるとかっこいいですね。これ、文字盤の方はそうですね、何かもっとシンプルなやつの方がいいのかな。こんな感じで、そう、これなんかだとね、とってもね、あれっぽくていいですよね。なかなかかっこいいですね。もうこの瞬間に結構気に入ってしまいましたけどね。で、これね、張りのある革なんでね、今1回目この辺りに刺してみましたけども、もうちょっとね、きつくてもよかったかなというところで、こんな感じでね、調整してみましたけどね、まあ、この辺り馴染んでくるとね、だんだん柔らかくなっていくのかなという感触の革ではありますね。いいんじゃないでしょうかね。で、こうやってね、折り曲げてみると、まあ、顔料はほとんど使ってないのかなと思えるような透明感のある銀面となっていますね。それでね、先ほどコバがすごいって言ってたと思いますけどね、ここがね、なんだかね、裁断してこのインクを塗ったっていうのではなくてですね、なんかここ折り込んで裏材となんかつらい位にしてるらしいですよ。まあ、この辺りがね、結構加工としてはね、すごいなと思える点でですね、ちょっとね、ここね、やっぱり確かにね、この表側からグッと折り込まれてるんですよね、垂直にね。それで、おそらくコテとかを当てて綺麗にしてんのかなってところでね、これはね、加工結構大変だと思うんですよね。そしてね、裏材についてはね、こちらも、まあ、素揚げ調の、これおそらく牛裏だと思うんですけどね。で、これがね、なかなか質感が高くてですね、なんだか撥水加工をして汗じみっていうのをできるだけ防ぐような革を使っているそうですね。で、バックルの根元からこの一番下のね、穴までですね、これ距離を見てみましたけども、まあ大体ね、22センチぐらいなんですかね。で、ちなみに、純正のスポーツバンドのこれ短い方、これが大体 20.5 センチぐらいですからね。これよりね、一番端で止めた時の距離が今回の NMAX-N の方が長いということですよね。で、純正スポーツバンドの長い方だと、これが端から端が23センチですから、これよりはちょっとね、短いという感じになるでしょうか。まあ、ただね、この一番端の穴を使った時はこんなような感じになりますからね。
まあ、先っぽがこうギリギリこのねループのとこに入るぐらいなんでね、まあ実質的にはまあここで使うのはそんなに実用性はあるとは思えないという感じなんでね、まあ1個か2個手前までという感じでしょうかね。でちなみにねこれはね Apple Watch SE のアルミニウムのシルバーですけどね、まあ、これでもねなかなか上品な組み合わせになっておりましたよね。まあで塗膜のねほとんどないこうね素揚げの皮みたいな感じなんでね、なんでまあこれね比較的こうね爪の跡なんかはつきやすいみたいでね、私もここのとこね爪の跡立てちゃったんですけどね、まあなんでね風合いがこうね自然な分ですね、そのあたりはまあ味に変えていきながら使うというね、まあそういった性質の製品なのかなってところで、何にしてもこのね縫い目がなくてねこの小刃加工がとっても美しくてね、なかなかね、いいバンドだなと思ってね、今回ねとっても気に入ってしまったこのアップルウォッチのバンドでしたね。はい、それでお次はですね、こちらも天然比較のフルカバレッジケースということで8800円ですね。で、サイズの方はですね、こちらは iPhone 15 Pro Max 用ですけども、14 Pro Max も兼用のサイズとなっているようですね。まあ、他には iPhone 15 Plus とか14 Plus 用、そして iPhone 15 Pro、14 Pro 用、そして iPhone 15、14、13兼用っていうのがあるようですね。で、箱の方をね、開けていきますとね、こんな感じで、おー、出てきましたね。これもまたね、質感のいい革を使っていますね。ブラウン2色のコンビネーションという感じでね、うん、見るからに、ね、手触りも良さそうな感じですね。えいってね、これを外すと、これね、しっかりとこのね、あんこというかね、まあ、中物が入ってるわけですけどね。で、トリセツは QR からなんてことで、YouTube に誘導されましたけどね。でこれね梱包材はねこっから一旦出すみたいでね、ここがこういう風に差し込み型の蓋になっていましてね、でこういう風に出すわけですけど、まあ、つまりね iPhone もね逆のことをやって入れるという感じになります。でこれ内側は、まあ、肝素材になっていまして、でこのねぐるっと4辺がこのねクロスステッチの手縫いになっているということでね、これね先日デモを見たんですけど、なかなかね、大変な作業をやっているわけですね。でここの部分こういう風に入れて使うんですけども、でこちらねマグセーフ対応でここにねマグネット入ってまして、あとはねぐるっと画面側に芯材がピシッとね入っているような感じになっております。でこれね重さの方ですけども、これがマックス用が 32.9g、 そんなにね革としては重くない方でしょうかね。であとはね iPhone の方ね入れてきますけどね、これがこのねボトムの蓋の方をこうめくって入れるような感じになります。まあ、この辺りの装着方法が、まあ、よくある iPhone ケースっていうよりはですね、まあ、スリーブにちょっとね近いような感じになりますかね。こうやってまあスライドさせて入れていく形になりますよね。こんな感じでね、この辺りは、芯材がピシッとしてるんで、そこも押し込みながらこうやって入れて、これカメラのところが位置があった時点でこうやってグッとね入れるような感じになるんでしょうかね。でこれねボトムの蓋の方も、グッと押し込んだ後にこうやってめくって差し込んでいくような感じですね。これでね装着完了のようですね。でまあこれね触った感じで割とこうふわっとしてる感じなのかな、側の方は。でこのねカメラの部分はね、これカメラの方が上に立ち上がってますけど、土台に面一ぐらいな感じで、さっきも言った通りね、ここはちょっと手縫いの関係もあってね、割とふかふか感のある手触りなんでしょうかね。でボタン類の方はですね、一気にガッと開口していて、このね下側のこのね濃い茶色の方には芯材がピシッと入ってるような感じになりますかね。で電源スリープボタンもこんな感じで、この部分はね芯が入って硬くなってますね。はい、それでねマグセーフ対応なんで純正のマグセーフ充電器つけてみましたけどね。でこれでまあコードをねケーブルを引っ張ってもこう持ち上がるぐらいの磁力はあるんで、でまあつけたり外したりねしてみましたけども、まあいわゆるなんかねあのピタカとかそういうのの磁力ほどはないんですけどね、まあ、ただまあね位置がずれるわけでもないし持ち上がったりするぐらいの磁力がありまして、例えばねこういったアイリングマグなんかつけてもですね、こう持ち上がる感じですし、まあ、このね磁力自体は、まあ普通にね純正ケースとかと比べると、強くはないんですけどね、まあ、ただねこういったアクセサリーをつけて操作する分には十分な磁力が保たれているという印象でしたかね。まあもちろん組み合わせによっては変わってくるとは思いますけどね。
まあ、あとはね、こういった宙に浮くタイプのマグセーフ充電器、これはベルキンのですけどね、これ問題なく反応して充電の方もね進んでいましたね。で、この充電器結構重量ありますからね、持ち上がるほどの重力ではないんですけども、ただスタンバイモードはねしっかりと固定されているようでしたね。で、あとはね、ここのポートのところですね、純正の USB-C ケーブル、15 Pro Max に、挿入しましたけど問題なくね入っていましたね。まあ、それ以外にもこれはねアンカーのやつですけどね、これなんかは、一見大きいように見えて問題なくね入っていましたかね。まあ、ただね、サイド同様にね、少しね、ブカッとしてはいるんでね、まあ、その点は、まあ、購入する際に知っといた方がいいかもしれません。はい、ということで今日は NMAXN のこちらのね、まあ、天然比較2点ということでね、試してみましたけど、この iPhone ケースについてはね、比較的こうね、ふわっとね、いう感じで、クロステッチのところの手触りのいいケースかな、なんていうね、ところですよね。まあ、なかなかね、味のあるね、手縫いの製法っていうのが印象的なケースとなっています。そしてね、この Apple Watch のバンド、これがね、なかなかのね、秀逸な製品でですね、ここのコバの部分が、こう折り込みで、つらい位置になっているというね、なんかとってもね、綺麗な加工のバンドとなっていましてね、これね、特に私はね、おすすめしたい製品かなというところでね、まあ、やはりね、革のことをよく知っている方々が作っているバンドだな、なんていうね、実感のある製品でございました。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。